オースティン・カーンズ、オースティン・ライアン・カーンズ、オースティン・ライアン・カーンズ、1980年5月20日イは、アメリカ合衆国県タッキー州歴ントン出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ右打ち、のドラフト1巡目で、新シシナティレッツから指名されプロ入り、2は A 級ながら打率、306.27本塁打104打点、18、 当類、オプス0.973という好成績をマークした。4月17日のアストロズ戦で、メジャーデビューすると、この年107試合出場で打率、315を記録し、新人王投票で3位に入った。肩の痛みに苦しんで、DL 入りしながらも、シーズン約半数の82試合で15本塁打を放ち、チームの主砲角の選手に成長した。 64試合で12塁打、9本塁打を放ち、相変わらずのパワーを発揮したが、打率は、メジャーデビュー以来どんどん低下し、230まで沈み込んだ。また、右手親指の故障でリエル入りし、メジャー1年目から3年連続で故障離脱してしまった。初めて大きな故障なくシーズンを過ごしたものの、出場試合数は112に止まった。打率こそ、 240と低かったが、メジャーデビュー以来いずれも、自己ベストとなる18本類打、67打点を記した。守備面では、107試合でライトを守り、守備率、988、守備防御点10という好成績をマークした。まずまずの調子を維持し、87試合で打率、274.16本類が、50打点、 7投類という好成績を記録していたが、7月13日に、ロイス・クレイトン、ゲイリー・マジュースキー、ビル・ブレイ、ブレンダン・ハリス、ダリール・トンプソンとのトレードで、フェリペ・ロペス、ライアン・ワグナーと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。ナショナルズ移籍後は、打率こそ、250に止まったものの、8本塁打、36打点という数字を叩き出し、2チーム系で150試合に出場。 初めて規定打席到達を果たした。本塁打20、打点80のラインをいずれも初めてクリアした。守備では前年から倍増以上となる7失策を犯したが、守備防御点は2年連続で10を記録し、高い守備力を示した。2年連続で故障とは無縁のシーズンを過ごし、161試合に出場した。打率266.16本塁打。 74、打点という成績を残したが、打者に不利とされる RFK スタジアムでは打率228と苦しんだ。ハイレベルな守備は相変わらずであり、ライトを守った158試合で、守備率995、守備防御点6という高成績だった。肘の痛み、右肘の有利軟骨除去手術、左足の疲労骨折など、 次々に故障を繰り返して86試合の出場で打率217と大不振に陥った。打撃と同様に守備面でも不振を停止、85試合のライト守備で守備防御点6に終わった。は、さらなる不振に落ち込み、打率は200未満に終わった。 1>, 1月5日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。4月3日にメジャーに昇格し、84試合で打率。272.8本塁が42打点を記録した。7月30日にザック・マカリスターとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。移籍後は36試合で打率。235。 わずかに2本塁打に終わったものの3年ぶりとなるに、桁本塁打をクリアした。12月20日には再度インディアンスと1年契約を結んだ。2月12日には飲酒運転で逮捕された。57試合の出場で打率。200点2本塁打、7打点という成績に終わり、8月18日に解雇される。1月25日に マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。マーリンズでは87試合に出場し、成績はわずかに上向いたが、レギュラー獲得には至らずに10月29日に FA となった。1月13日にマーリンズと再契約、19試合に出場しただけで10月31日に FA となった。メジャーデビューから間もない頃は、打球を広角に飛ばす技術、 先球眼の良さ、背景を読むうまさ等を高く評価されており、故障さえなければ、毎年打率、300点3例本塁が、100打点をクリアする打者になりうる存在とされていた。その期待度の高さは、当時のレッズの対応にも現れており、打球団からトレードを打診されても、カーンズの放出は拒んでいた。強権で、ライト向きとされており、実際に、 ライトで起用されていた2007年は、フライアーライナーを補給した数が、リーグでもトップクラスだった。また、フェンスを恐れない果敢な守備を見せていた。その守備力の高さは守備防御点にも現れており、2年連続で10という高数値を記録したこともある。打撃や守備と同様に、足もトップクラスと、評価されていた。故障が非常に多い選手であり、150試合以上に、 出場したシーズンが2度しかなく、2000年代は何度となく DL 入りを繰り返していた。上述したように頻発する故障が原因となり、打者として耐性できなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。